大人気グループ平成ジャンプのメンバーであり、グループとしてはもちろん個人としての仕事も順調な伊能慶さん。そんな伊能さんですが、自宅マンションが特定されたとの情報が複数あります。そこで今回は伊能さんの自宅マンション情報に加え、家賃や年収非対、目撃情報なども合わせ徹底的にリサーチしていきます。伊能慶のプロフィール、愛称伊能ちゃん、伊能ちゃん。本名伊能慶、生年月日1990年6月22日。身長173センチメートル、血液型 A 型。入所日2001年9月23日。メンバーカラー青。最終学歴明治大学理工学部建築学科卒。目次、伊能慶の自宅マンションが特定される。マンションの所在地は港区。気になる家賃は、ズバリ伊能慶の年収非対はいくら。目撃情報をまとめ、伊能慶の自宅マンションが特定される。冒頭でも触れたように、数年前に伊能さんの自宅マンションが特定されました。なぜ特定されてしまったかというと、以前起きた女性アナウンサーとの文春スキャンダルが発端です。スキャンダルをスクープした記者が伊能さんの自宅マンションの写真を掲載したわけですが、そのエントランスを見てマンションの所在地が発覚。その時にはマンションの住所だけでなく、伊能さんの電話番号まで流出してしまうといった不運に見舞われた伊能さん。盲目なファンによって少しの写真情報から住所特定や電話番号流出にまで発展してしまいました。なお自宅マンション内の様子はバラエティ番組などで公開されていますが、とても高級そうな仕様であることが伝わってきます。マンションの所在地は港区。ファンのパワーにより所在地まで判明した伊能さんの自宅マンションですが、その所在は港区だと言われています。港区のマンションといってもピンからキリまで様々ですが、高額所得者で芸能人ともなると一般のマンションよりはハードルが上がります。実際芸能人が住む港区の高級マンションというと、その代表として六本木ヒルズレジデンスや赤坂ザレジデンスなどが挙げられます。ジャニーズタレントも多くが港区に居住していて、高輪ザレジデンスや青山パークタワーなんかが人気だということです。特に青山パークタワーにはかつてジャニーズ社長ジャニー北川さんが住んでいたことでも知られています。伊能さんもおそらくどちらかを住まいにしているはずですが、セキュリティ万全でありながらも住所が特定されてしまったのは残念な話です。気になる家賃は、高級そうなマンションに住む伊能さんですが、気になるのはそのお家賃です。芸能人であることや港区であること、そしてセキュリティが万全な高級マンションの相場を見ると、おおよそ月60万円前後ではないかと見られます。もちろんそれ以下かもしれませんが、高くても70万円ほどということで、平均で言えばやはり50から60万円の間と言えます。ズバリ伊能慶の年収非対はいくら。月50から60万円の高級マンションに住めるほど仕事が順調な伊能さんですが、ズバリ年収の方も気になります。調べたところ、意外にも年収は想像よりもややかで、伊能さんの年収非対は約900万から1000万円だと言われています。ジャニーズの給与体系は年功序列ということで、ジャニーズに入った順で基本給も決定されていると言われています。伊能さんの場合、2001年入所で0・20年に及ぶジャニーズ歴と、2007年のデビューから2021年現在で14年のキャリアがあります。それプラスで単独 CM や情報番組出演、ドラマなどのインセンティブがあるかもしれませんが、他の平成ジャンプのメンバーもほぼ同額と見られます。
長く在籍すればするほど上がっていくのが年功序列なので、今後ますますアップされることが予測されます。目撃情報をまとめ、伊能さんはロケやドラマの撮影が多いため各所でたびたび目撃されています。業務上の目撃がほとんどですが、稀にプライベートの目撃情報もあり、ジャニーズの中では比較的遭遇率が高いかもしれません。やはりあの独特なキノコヘアが目立つのでしょうか。近年は目撃情報や遭遇情報がすぐに SNS で拡散され、仕事ならともかくプライベートでもおちおち気が抜けないのは著名人の宿命とも言えます。華やかな世界とは裏腹に、実は狭くて閉鎖的な芸能界。そしてアイドルとしての使命も役割もあるジャニーズタレントの皆さんは、なおさらストレスもたまりがちです。のびのびとプライベートが過ごせるように、多少のスキャンダルは目をつぶってあげたいものです。伊能さんのいつものあの笑顔がいつまでも見られること、そして今後ますます活躍されることが期待されます。